リビン。リビン。リビンとは、声優が運営する総合スーパー、GMS のこと。かつては、西武百貨店と同じ名称、異称である、西武の名称で、全国各地に、百貨店業態の大型店を出店していた。カタカナの表記は、リビンではなく、リビンである。西武流通グループ、後のセゾングループに属していた、声優。 当時の声友ストアは1970年代前半にかけて各地の地方都市に大型店を出店させた。しかし地方都市などでは GMS 総合スーパー業態ではなく百貨店業態としての出店を要望する声があり各地で出店状況や競合関係が異なっているにもかかわらずチェーンストアとしての出店が取られたこともありあまり成功せず 1976年、昭和51年6月の常務会にて、同じグループの西部百貨店の店舗ノウハウを吸収し、店長予定者を西部百貨店の地方店へ、バイヤーを西部百貨店の商品部に出向させるなど、西部百貨店との人事交流を行うことを提案。そこで西部百貨店から西部の名称、衣装を借り、地方百貨店型の店舗として出店を開始。 1975年、昭和50年8月には、旭川西部店。1976年7月には、富山西部店が開店した。西部百貨店と同一の制服や包装紙を採用するなどして、高級感を演出し、実際に百貨店級の商品を扱ったりするなど各地で展開。西部百貨店とセゾングループのブランド力。 さらに駅前の箱物として歓迎されたこともあり、全国に西武網が出来上がった。1980年昭和55年9月からは、店舗ごとの店舗運営から新設された百貨店事業部へ移設した。主に駅前立地型の多層街店舗が多かったが、光が丘西武店、1987年にカス街西武店などの郊外型店舗姫路西武店や、 小倉西部店など、ザモールナイキイテナントとして出店したこともあった。九百九十四年、平成六年二月十六日には、西部店舗を運営する、百貨店事業部と大型店事業部、西友の GMS 運営が統合して、西部事業部が発足。同時に仕入れも、各西部店舗での個別仕入れから、西友店舗と同じ仕入れに切り替え、商品構成も、 GMS と百貨店との中間グレード狙った店舗を目指した。同じ年の4月21日にはその一環としてザモール姫路のキーテナントに姫路西部店を出店。6月9日には GMS 店舗だった西友オズ大泉店をオズ大,大泉西部店へ業態転換させた。バブル崩壊後はイオンに代表される郊外型ショッピングセンターが台頭し、ほとんどが 駅前立地だった西武店の各店舗も不審が目立ち始め、当時西友本体においても東京シティファイナンスの不良債権などを抱えていたこともあり、経営の足を引っ張ることとなった。あくまでも実態は西武百貨店の名称、衣装を借りた西友の店舗であり、西友の一店舗扱いとなるため、顧客からは西武百貨店の店舗と誤解するケースが頻発する。 西武百貨店では使用できる日本百貨店協会発行の全国百貨店共通商品券が当時西友が日本チェーンストア協会に加盟していたため西武店では使用できず1996年6月に西武百貨店が独自のポイントプログラムであるクラブオンメンバーズシステムを導入するも全くの別会社である西友は導入しなかったため首都圏を中心に 西武百貨店が多く存在する地域において、西友が運営する各地の西武店で、クラブ音が使用できないなど混乱を生じた。そこで、西武を名乗っていた、西友の百貨店業態店舗は、1995年、平成7年4月22日に開店した、ザモールオグラ内の小倉西武店をもって、出店を停止し、1996年、平成8年2月には、 西部事業業を廃止再度設置した大型展示業部に移管。1998年、平成10年8月に、西武店からニュージーエムエス業態として開発したリビン、リビンへと解消することを決定。1998年、平成10年10月28日の光が丘、西武店からリビン光が丘への業態転換を、川切りに、 各地の西部店をリビンへ続々と店名を解消。2000年、平成12年9月には、水戸西部店、前橋西部店、上田西部店の3店が、リビンに解消し、2000年、平成12年10月には、残る郡山西部店の閉店をもって、西友の運営する、百貨店業態、西部店の店舗は消滅した。なお、リビンへの解消に伴い、店舗の看板から、 制服、放送紙も、リビン店舗独自のものに変更された。現在は、ウォルマート参加、後に古会社化になった影響もあり、各地域の運営部が運営に当たっている。通常の声優の業態とは別扱いではあるが、名称や、名店売り場や、大手医療品テナントを入れている以外は、ほとんど差異はない。かつて、伊藤洋華堂が運営していたエスパの例に禁じ、 2017年、平成29年に入り、2017年、平成29年10月に、リビン金島地点が閉店。2018年、平成30年には、リビン姫路店を各店舗としていた、ザモール姫路が、大型商業施設、ユメタウンを運営する泉への営業場と、ザモール、春すが本館のリビン春すが店の建物を売却し、建て替えるため、2019年、 平成31年2月に閉店するなど、次々と店舗数を減らしている。クレジットカードのセゾンカード、あるいはウォルマートカードをハウスカードとしている。そのため、リビン各店には必ず、セゾンカウンターが設置されており、セゾンカード決済による特定日のショッピング代金5%割引サービスを受けることができる。なお、日本百貨店協会の会員ではないため、 全国百貨店共通商品券の利用はできない。商品券として、リビン商品券が発行されていた。また、西武店時代には、西友発行の西武商品券が発行されていたが、2006年、平成18年9月以降は西武百貨店では、使用できない。店舗は現在、郡山、光が丘、田梨、小津大泉、水穂、横須賀に存在する。 このうち、氷山、水穂は、ザモール内に存在する。光が丘西部店として1987年、昭和62年4月開店。1998年、平成10年10月28日に、新タイプの GMS のリビンへと業態転換。ニュー GMS 業態として開発したリビンの最初の店舗である。忠実屋、フランツネリマ店。 後の大英英練馬店。現、イオン練馬店と複合ショッピングセンター光が丘、今の各テナントの一つとして出店している。開業時から声優で初めて仕入れや、展示のほか顧客管理まで含めた売り場の職務全般を委ねる年俸制パートタイマー制度を試験的に導入した。2012年、平成24年秋には、ウォルマート仕様の売り場へと、 大幅に改装され、タワーレコード ABC マーというニクロがテナントとして新たに入居。かつて3階には東京タートル運営の映画館、光が丘テアトル声優が入居していた。オズ大泉店、OZ 大泉店は、東映東京撮影所にあったオープンセットの敷地を再開発する形で建設し、東映のショッピングセンタープラッツ大泉の キーテナントとして1983年、昭和58年4月、西優オズ・オイズミ店が開店。1994年、平成6年6月9日に、オズ・オイズミ西部店に、1999年、平成11年4月24日に、現在のリビンへと業態転換している。ちなみに、練馬区内には、リビン店舗が光が丘店と2店存在する。 オズ大泉店周辺には、店舗の正面には前述の通り東映東京、撮影所とシネマコンプレックスの TJOY 大泉の、入った OZ スタジオシティ、店舗の右側には、東映アニメーションの本社が所在する。東清彦の漫画作品、ヨッパと、一家の第5話などでは同店を模したデパートが登場しており、同店の南側入り口やエスカレーター、 店内などが忠実に描かれている。田シ店、田シは、1995年、平成7年3月10日に、田シ西部店としてオープンした。その後、1999年2月に、田シ西部店は、現在のリビングへ、業態転換している。B1 階から3階は、アスタ専門店街とつながっている。このアスタには、 伊東洋華堂田梨店が医療品のみの店舗を出店している。1995年、平成7年6月まで、田梨駅北口にあった西友田梨店とは別に、田梨西武店オープン後もしばらく併存していた。2002年、平成14年3月13日に、ザモール水穂16の各店舗として開店。現時点で、リビング業態としては最後の出店である。 横須賀店は2000年平成12年9月13日にリビン業態では初の新規出店店舗として横須賀市平成町に開店2009年平成21年11月には声優やその親会社であるボルマートが目指すエドルプ方針を強く打ち出した店舗として改装された郡山店郡山は JR 郡山駅前にあった 郡山西部店を新たにリビング業態として同市旧市街一の外れに位置する長者一丁目の日東棒郡山第二工場後に2000年平成12年1122日に移転開業ザモール郡山各店舗であるリビング山店として移転開店した郡山店のフロアは正面右側の1階食品館と2階の医療品フロアのみである 東京楽天地の楽天地ビルの再開発時のキーテナントとして誘致し、1986年昭和61年11月5日に金市町西部店として開店。地元商店街側から百貨店業態での出店を要望したこともあり、西部店として出店。1999年平成11年6月16日にリビム錦島地店に 業態転換した。同時に運営会社である株式会社金市長西部も設立された。運営会社の金市長西部は1991年平成3年度に声優から上渡することが厚生取引委員会から許可を得られたため、同年6月に西部百貨店八王子店の運営会社であった株式会社八王子西部としかし実質声優経営に移管した上で、 八王子西部も店舗運営したが、1993年、平成5年8月25日に閉店した。その後、株式会社金市長西部は1997年、平成9年3月をもって、声優本体に吸収された。2017年、平成29年10月9日をもって、閉店、公式サイトでは、休業扱い。2018年9月6日に、 地下1階のみに縮小し、西遊禁止待ち店として開店。また、残る、地上1階から7階は改装の上、2019年、平成31年3月16日に、禁止庁、パルコとして開店した。茨城県三戸市三の丸1の1の12、地上6階地下1階建て、売り場面積14,573メートル。声優ストア三戸店。 ショッピングタウンミト GMS として1971年昭和46年9月24日開店。5階には早水角センターが入居。屋上駐車場も完備していた。1988年昭和63年4月29日にミト西部店に業体転換。西友時代はミト駅側からは少し奥まった立地となっており、 入り口も水戸駅左手の銀南坂側にしかなかったが、業態転換と同時に、水戸駅寄りの用地を取得し増築。水戸駅側から直接行き来できるようになる。増築した胸の6階には、水戸テアトル声優が同時に入居した。2000年、平成12年9月22日に、リビン・水戸店としてに、再び業態転換。2009年、 平成21年3月31日閉店。2012年、平成24年に店舗解体が始まり、解体完了。同年9月に埼玉県の通信販売企業ベルーナに売却。しかし、その後は、改定がつかず、2018年、平成30年現在も、空き地の状態が続き、一部土地はコインパーキングとなっている。 群馬県前橋市本町2の12の1、西友ストア前橋店、GMS として1975年、昭和50年6月開店。1978年、昭和53年9月に、前橋西武店へ転換。2000年、平成12年9月に、リビングに改称。2004年、平成16年1月12日に閉店した。 ウォルマート参加での初の閉店。別館と駐車場棟にあたるウォーク館は2006年、平成18年1月29日に閉店した。群馬県外の出身者の利用の多い店舗であった。跡地は2007年、平成19年12月8日に、前橋市の公共施設、プラザ元気21として活用され、地いには地元、スーパーフルス製が入居した。 1987年、昭和62年9月開店2006年、平成18年1月29日閉店。店舗面積1177メートル。1987年、昭和62年完成の坂倉建築研究所が設計した建物。店舗跡は空きビルとなり、地下1階から地上を2階までを改築し、2013年。 平成25年10月26日に、前橋市立美術館、アーツ前橋として開館した。長野県上田市天神1丁目、西友ストア上田店、GMS として1974年、昭和49年10月開店。1976年、昭和51年9月に、上田西部店に、筐体転換。2000年、 平成12年9月にリビンに業態転換。2009年、平成21年3月31日閉店。建物は解体された。跡地は駐車場として使用されていたが、2013年、上田支店人地区に新たなホテルの建設を計画していた、ルートインジャパン株式会社、ホテルルートインに売却された。2014年11月、 ホテルルートイングランド上田駅前着工。2016年3月開業。兵庫県宝塚市酒瀬川1-2-13。宝塚西部店として、1987年、昭和62年3月12日開店。宝塚市の事業として建設された、酒瀬川駅南口の再開発ビル、アピア1、現アピア酒瀬川各店舗として入居した。 1999年、平成11年11月6日に、リビンに業態転換した後に、2006年、平成18年6月30日閉店。2008年、平成20年、ビルのオーナーである、第3セクター、宝塚町づくり会社が11億円の負債を抱えて、経営破綻した。その後、地権者ごとの複雑なフロア構成を見直すリニューアルを、 実施。誓いには、イオン系列の三つ本社大阪市と、地元資本のイカリスーパーマーケット、本社西宮市の2社のスーパーマーケットを、入れ競争させる等の活性化策を行った。姫路店、姫路は、1994年、平成6年4月21日に、ザモール姫路の各店舗として、姫路西部展開店、百貨店と GMS の融合を目指した。 西部事業部発足後初の店舗となった。2018年2月2日、GMS 大手の泉が、声優との間で当店舗の譲渡契約を交わし、2月1日付、ザ・モール集南、各店舗は、声優ザ・モール集南店と共に、声優から当店舗の経営権を取得して、ユタウンにリブランドすることを発表した。2018年5月15日には、リビングが閉店。 7月下旬をもって、施設を譲り受け、2018年秋に、スーパーマーケット部分をオープン、2018年内に改装全館、グランドオープンの予定。カスガイ店、カスガイは、カスガイ西部店として、西部カスガイショッピングセンターの各店舗として1977年、昭和52年6月に開店。開業直後から数年間毎年前年比で二桁の、 売り上げを記録した有料店舗であった。店舗前の道路から見えるステンドグラスがとても綺麗で、近隣住民からは、あのステンドグラスが見られなくなるのは、寂しいという声が上がるほどであった。1992年、平成4年6月5日には増殖と同時に、ザモールの1号として、ザモールカスガイが開業。2000年、平成12年に、現在のリビンに、 業態変更した。2019年、平成31年2月20日をもってリビンを呼び、ザモールがあるパート1の建物を解体し、跡地に大和ハウス工業が新しい商業施設を建設することが発表されており、生于業態で出店予定である。郡山市駅前1丁目16、売り場面積約12,859メートル。1975年、 昭和50年9月9日、東方西枠郡山駅前ビルのキーテナントに、西遊ストア郡山店として開店。翌年の1976年、昭和51年11月6日には、郡山西部店に、業態転換。丸い郡山店や薄い百貨店、薄いなどと共に、郡山市内外を代表する大型店として君臨し、 ピークである1991年度には170億円を売り上げた。しかし、バブル崩壊の影響による不景気が続き、郡山市周辺には、郊外大型店が続々と進出。さらに薄いが1999年、平成11年11月3日、東北最大規模である売り場面積3万1459メートルの新店舗を開業させた影響で、 2000年2月期の、売上高は105億円にまで減少。当初はザモール氷山と並存する予定だったが本位し、2000年平成12年10月15日に閉店。2000年平成12年11月22日に開業したザモール氷山内のリビン氷山店に移転する格好となった。跡地のビルはビル所有者である東方製牧。 現在の東方ピクスが開設、声優が運営に参加するのファッションビル、アティコーリ山に2001年、平成13年5月25日に開業。その後、2011年、平成23年5月に、声優がテナント運営の契約満了を機会に完全に撤退。そのため、東方声爆が自ら運営することになり、2011年、 平成23年9月22日にヨドバシカメラマルチメディア郡山が新たな各店舗として開店し、同月29日に26店舗が出店する商業施設としてリニューアルをオープンした。アティ開業時には、近いに西友郡山アティ食品館として SM 業態を出店したが、再撤退している。 神奈川県藤沢市南藤沢3-1地下1階地上8階建て敷地面積約2200メートル売り場面積約1394メートル1975年昭和50年8月に西部百貨店と資本提携した地方百貨店市沢の藤沢店を買収し藤沢店跡地に入居する形で1978年 昭和53年9月15日開店。1989年、平成元年には、完成ファッション20家庭を掲げ、婦人服を中心とした衣料品売り場の強化と店舗改装を重ね、1991年度には122億1300万円の売上を誇ったものの、バブル崩壊の影響を受けて1995年度には96億1600万円に減少。 もともと売り場面積が狭く、十分な品揃えができなかったことも重なり、1997年、平成9年1月31日閉店。西友の百貨店業態店舗としては、初の閉店となった。ビル解体後、跡地は、栗尾藤沢駅前ビル、複合ビル、山梨県甲府市丸の内1の8の5、倒産した中込百貨店から買収し、 1975年、昭和50年4月に中込み声交付店として開業。1979年、昭和54年3月に交付西部店となった。1998年、平成10年2月15日閉店。後地は山梨県民情報プラザとして使用された後、解体され、新たに山梨県防災新館が建設される。 宮城県仙台市青葉区中央4-1-11991年平成3年3月に宮城県を中心に展開していたスーパー、遠藤チェーンとの業務提携により、遠藤チェーン仙台駅前店、1991年8月閉店を百貨店事業部に譲とする形で、1991年平成3年11月に開店。 定携契約終了と売上げの伸び悩みにより、1997年7月、閉店。同店は遠藤が運営する、テナントビル、イビーンズとなった。声優としては、ザモール仙台町町として事実上移転開業。北九州市小倉南串も曽根新町10の1。1995年、平成7年4月22日開店。後に、 西遊ザモール小倉店へ転換しており、リビンではなく、西遊に転換された唯一の店舗となった。業績低迷により、2015年、平成27年8月31日に閉店することになった。直営売り場面積は約13,150メートルで、施設全体の売り場面積は約31,963メートルであった。また、 施設全体の敷地面積は約36,300万メートルで、延べ床面積は約81,717万17 17メートルであった。北海道旭川市一条通り八丁目右1号。1975年昭和50年8月8日に旭川西部展開店。1981年昭和56年9月1日には北海道緑屋と 朝日川西部が合併し、隣接するアムズ、朝日川緑屋ストアーと運営が統合された。1988年、昭和63年に五番館と朝日川西部が合併して、西部北海道となったため同社の運営に移り、1997年、平成9年3月1日に西部百貨店に九州合併されたが、2016年、 平成28年9月30日に閉店した。北海道函館市柳川町9、延べ床面積約2万5000メートルの建物で、店舗面積約1万2300メートルであった。坂倉建築設計事務所の設計による大沼の白鳥を模した建物で、1982年、昭和5年6月には建築業協会賞を受賞している。 1981年、昭和56年3月に、函館西部店として開店。西部百貨店に40%、西部科学工業20%、西友ストア15%、高原産業15%、北海道西部10%という出資比率で、設立した資本金10億円の、館西部が運営する形で開業した。1991年、 平成3年度に、声優から上渡することが、厚生取引委員会から許可を得られたため、西部北海道函館西部店となった。1997年、平成9年3月1日に、西部百貨店に九州合併されたため、西部百貨店に移管され、2003年、平成15年8月10日に閉店した。最盛期の1991年、平成3年に、 売上高約128億円を上げたが、郊外型大型店との競合などの影響で2002年、平成14年には売上高約82億円へ減少したため、西武百貨店の再検索の一環として、閉店となった。当店閉店後、本町から当店のあった柳川町への人の流れが減少し、 隣接する帝王デパートの売上が減少するなど、店舗周辺の商店街の集客力や売上が減少するなどの影響が出た。店舗跡は2005年、平成17年12月22日に、声友系不動産管理会社の SCC が運営する複合娯楽施設、パボッツ箱館、現、テキサス箱館として開業した。秋田県は秋田市中通り2の6の1、 1983年、昭和58年、本金との合弁会社、株式会社本金西部設立。1984年、昭和59年4月25日に、秋田駅前再開発中央地区の秋田中央ビルが完成し、同月27日に開店した。1988年、昭和63年に、西部百貨店資本参加に、 より子会社化。2005年、平成17年3月に、株式会社本金西部を、西部百貨店が、九州合併して直営店化した。富山市総久は三丁目4の15、富山西部店として、1976年、昭和51年7月2日開店。2006年、平成18年3月31日に閉店した。 西武百貨店と当時提携していた大和と山店の隣接地への出店で競合関係となったため、開店翌月の1976年、昭和51年8月に提携解消となった。店舗後の土地約3100メートルは大和小田急建設が取得し、周辺を含む約3800メートルに商業施設とマンションに駐車場を併設した複合ビルを、 建設するため、2013年、平成25年2月14日にソクルワ3丁目地区街地、再開発準備組合が発足した。2016年に着工し、2019年4月25日に、プレミストタワーソクルワとして完成した。石川県小松市土井原町10の10、西友ストア小松店、GMS として1970年。 昭和45年12月20日開店。1983年昭和58年小松西部店に転換。1991年平成3年度に西部北陸から西部百貨店に譲渡すことが厚生取引委員会から許可を得られたため、1992年平成4年10月に西部百貨店小松店となった。1996年 平成8年12月閉店。店舗後は、1998年、平成10年3月21日に、大和小松店が開店したが、2010年、平成22年6月25日に閉店。大和閉店後には、跡地ビルは解体された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。